どうもこんにちは。オープンシブなウェブアプリを作るの続きを決めていきます。前回は Python のテストをちょこっと書きました。一部はフラスクのテストになって、フラスク経由のテストになっていて、一部は単純なユニットテストになっているって形ですね。本当はファイル分けたりした方がいいのかもしれないですけどね。まあいいでしょう。で、前回ちょっと気づかなかった点が何点かって、ちょっと直さなきゃいけないので、ちょっと先にそれを直して Elm のテストの方に突入していこうと思います。まず、タイプをしてました。これはどうでもいいんですけど、クライエントですね。はい。E と N が、クライエント。はい。これですね。はい。めっちゃ間違えてたんで、クライエントと。はい。これでいいはずですね。で、あとは、イメージパスがですね、ずれちゃって、たんでこれ直します。今サーバーソースの下のスタティックになってるんですけど、実際はこれサーバーすらのスタティックに置きたいので、もう一個上のパスを見てあげなきゃいけないので、ここで OS パスディアネームをもう一回かける感じですね。はい、よいしょと。まあこれでいいでしょう。はい。で、そうするとテストがこけるんで、まあこれはテスト、うん、大丈夫ですね。こけたんで、ソースを消して、はい。OK ということで。で、あとはメイクファイルを直すの忘れてたんで、メイクファイル直します。まあ、テストの拡充はちょっと後でって、まあ、後でやります。ソースの、ソースアップパイで大丈夫かな。で、テストをやるやつも書きましょうか。テスト。で、Python パスはここ。で、PyTest テストというのをやってあげればいいですね。はい。で、PyTest。これはソースにしようか。はい。ソースコメパイと、テストコメパイですね。はい、これ変数にした方がいいかな。まあまあいいでしょう。パイメイクテストでテストが動きますと。で、メイク、リントでリンターが動きます。で、リンターでエラーが出なきゃいいんだけど、出たらやだな。大丈夫ですね。で、メイクスタートでサーバーが起動してくれます。で、サーバーが起動している状態、ちょっとクライアントから叩いてテストしてみます。エルム、どこ行った？そういえば、なんか、昨日なんかの記事で、楽天がエルムを2年くらい前から使ってましたって、なんかダメだ。ダメになっちゃったな。使ってましたよっていうのをやってましたね。なんか書いてましたね。Python パスをこうしてあげればいいかな。だと。どうしたもんだ。スタティックができちゃったかな。違うか。大丈夫な気がするんですけどね。あら。アップロードイメージが成功して、そっか、スタティックがずれてるんだ。はい。だからこれはいらなくて、ここでスタティックの設定が、やっぱこれ直下の、スタティックに行くっていう風になってるんで、フラスクの設定で1個上のスタティックを見るという風にしてあげないとダメですね。フラスクでスタティックフォルダーの設定を、フィルダーになっちゃったけど、はい、これですね。デフォルトが同じファイルと同じところのスタティックなので、
これですね、スタティックフォルダーを別にしてあげるっていう、フラスクのとこの後ろの2番目の引数でスタティックフォルダーっていうので、これでいいかな。はい、まあ、これで多分大丈夫ですね。どこ行った、どこに行った、これ違う、あれどこ行っちゃったあ、これか、イメージをアップロードで、グレースケール、あ、大丈夫ですね。はい、ということで、これでフラスク系というか Python 系の設定はあらかた終わりですね。はい、どうしようかな。Elmの方の やつをやろうと思ったんですけど、もうちょっと Python やっちゃおうかな。はい。Docker ファイルをいじりましょう。Docker ファイルいじって、pip インストールして、そしたら、コピーをやめて、コピーを全部やります。コピーをここをすら、サーバーに全部コピーして、で、ワークディアを、すらサーバーにして、で、pip インストールをするっていうのをやってあげれば、全コピーした状態で pip インストールがされます。で、RM をすることないので、これを消しますね。はい。で、ここまで行くと、サーバーが起動かかるはずなんで、エントリーポイントを指定すると、make start にしときますけど、本当は良くないんで、最終ユニコーンを入れてやる予定です。どっかに書きたいんだけど、to do ユニコーン、あれ？グニコーンだっけ？はい。グニコーンっていうのは、本番用のサーバーで、現状、今だと、このフラスクランっていうのをやってるんですけど、これ開発用のサーバーでしょぼいやつなんで、本番の時は、このグニコーンっていうのを使って、WSGI の HTTP サーバーになってて、まあ、これ使えばいいだろうって感じですね。で、グニコーンにただ単純にこのアップを渡してあげればいいっていうものになってるので、そんなに使い方は難しくないんですが、まあ、この設定はちょっと後でやります。そうすると、ワーカーとかスレッドとか指定して起動かけることができるっていうやつになってます。あまり詳しくないです。はい。で、まあ、一旦メイクスタートやっとけば、フラスクアップが起動してくれるんで、まあ、これでいいでしょう。で、フラスクランしたときに、オートリロードをしてくれないと開発にならんので、オートリロードをしてくれる設定ができるんだったらやりたいということで、フラスク演武を、デベロップメントにしてあげるといくらしいので入れておきましょうか。はい、本当かな。まあ、いくらしいので一旦これでいいでしょう。はい。で、そうするとエントリーポイントでメイクスタートがかかるという状態になります。で、あとは、デスクトップのここの OpenCV のサーバーの、あ、Docker ファイルか。Docker Compose の方ですね。Docker Compose の方で、エントリーポイントを一応指定しておきます。エントリーポイントは一緒なんですけど、後で変わる感じですね。ここはメイクスタートで、デベロップメントの機能を活かしてあげて、デベロップのサーバーを立ち上げて、で、実際の Docker ファイルの方はグニコーンを使って動かすというふうな、コマンドに変えるということになると思います。はい。これでいいはずなので、これでそこそこの設定は終わりかな。はい。まあ、あとテスト書いていくっていうのはあるんですけど、まあ、これはちょっと後でやりましょう。はい。
あとはエルムの設定か。エルムの設定はちょっと後で、次回やるとして、一個お話ししておきたいことがあるので、ちょっと直すところがあるので、ちょっとそれだけ直して今日は終わりにしたいと思います。はい。ですね。環境変数的なやつですね。これは、今ローカルだったらこのローカルホスト5000でいいんですけど、実際は、違くなるので、GCP 上に上げると、GCP のパスになっちゃうんで、これ変えなきゃいけないんですけど、こういうのは、API エンドポイントみたいなのを作って、どうやって書くんだっけいいのか。API エンドポイントでストリングを返しますよと。で、API エンドポイントは何ですかっていうのをここに、こんな感じで書いておくといいというのがまず第一段階ですね。で、API エンドポイントに、プラスでこれをやるっていう形にしてあげればよろしいという感じなんですが、よいしょ。こんだけかな。もう一個あってね。はい。はい。これでいいはずなんで、一旦確認します。よいしょ。エラーが出なきゃ大丈夫ですね。はい、OK。はい。で、これだと決め打ちなんで、どの道。これはダメなんで、どうするかっつうと、新しいファイルを作ってですね、env.elm っていうのを作ってあげます。で、エクスポージングは一旦全部にしとく感じかな。はい。で、これをこっちに持ってくる感じですね。で、この点々は、あんまり行儀が良くないんで、API エンドポイントだけ外出しっていう形にしといてあげて、で、こっちで、インポート、env、エクスポージング、で、API エンドポイントということで書いておいてあげると、別ファイルの API エンドポイントを読んでこれます。はい。で、こうしてあげると、同じようにエラーが出ずに動いてくれます。はい。いろいろやり方そんなないっつうか、Elm 自体がそういう環境ごとの変数切り替えみたいなのをサポートしてくれているわけではないらしくて、ファイルを置き換えろと、要は、みたいなことを書いていました。なので、別の環境のものは、env みたいな、フォルダを作っといて、こっちに、env のプロダクションみたいなのを作っておいて、ここを Google のアドレスに変えてあげて、で、ビルドするときに、ここのファイルを一旦消して、プロダクションを持っていって、ビルドして、で、元に戻すみたいなことをやるっていうのがいいんじゃないかと、今のところ思ってます。なので、メイクファイルで頑張る感じですね。メイクファイルを作って頑張る感じになるかと思います。一旦ここまで作っておけばいいかな。はい。こんな感じで切り替えをするようなことになりそうなので、一旦ちょっとこんな感じにします。さっきも言ったんですけど、楽天がエルム使ってましたっていうのを突如として発表したのか、英語の記事だったんで、よく見てないんですけど、なんでそっちの記事もちょっと見て、面白いことが書いてあったら、次回以降紹介していこうかなと思います。はい、仲間が増えるのはいいことですね。私が仲間というのもあれですけど、後から入ってきてね。使われてたっていうのはいいことだと思います。はい、ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、コメントもしてます。じゃあ次回。